本日より作戦参謀を務めるルクレツィアノイン一級特異だ。今後ともよろしく頼む。早速だが、これより実戦演習を行ってもらう。使用する機体は UCE が開発した最新機種、量産型ゲシュペンストマーク2だ。安定性が高く、使いやすい機体だ。とりあえずはこれで腕前を見せてもらいたい。目標は演習機。各機、所定の位置で戦闘開始。まずは三角ボタンで敵をロックオンするんだ。ロックした敵には四角ボタンで攻撃できる。敵が射程範囲内に入るとマーカーが赤に変わる。基本だから必ず覚えておけ。R2 ボタンで加工ができる。常に相手と高度を合わせるよう心がけろ。片付けておいてくれ。残りは予定通りに向かう。
時間を無駄にはできん。行くぞ。全て消えました。